それを連れている貴様は敵だ。この地を蝕ませはせぬ。一体どうなってやがんだ。あいつは一体何なんだ。青白い肌の角の男。申し訳ないが、お嬢さんには消えていただきます。我々は最新情報を入手した。広大な銀河の彼方、隣国バイル帝国からの侵攻に苦しむオーシリアス王国を救おうと奔走するレプシアとレイモンドたち。ベルトランド隊のやつらは承りました。だが彼らの前に幾度となくビープスと名乗る者たちが立ちはだかることになる。どちらに行かれるのです。本当にビープスと言ったのですか。デュマを知ってるってことはこの星の人間じゃないな。謎の技術を有しバイル帝国で暗躍するビープスたち。そのデュマの力は私たちこそ生かすべきだ。ようやく分かったの。ずいぶん鈍いのね。私は決して貴様らを逃しはしない。構成反応複数。デュマをめぐりビープスと対峙するレイモンドたちだが、その対抗策を練る過程で惑星アスターに太古から暮らす異種族と出会うことになる。その族長がマルキア・トラッセン。悪を討つことに大層な理由は必要ないものだ。ミダスと窮地の中でありレツシアやアベラルドの幼き頃も知るマルキアは、頼れる仲間としてレイモンドらと共に戦うこととなる。貴様らの手には渡さん。マルキアの戦闘スタイルは近接格闘タイプ。種族の特徴である自在に変化する体を駆使して無知のように手足を操り戦うことができる。自らの HP を周囲の仲間に分け与える秘技も習得可能だ。果たして惑星アスターそのものの命運を揺るがすビープスとの戦いはどこへ向かうのか。いずれにせよその戦いは苛烈さを極めることになる。優しくはありませんよ。望むところです。登場するキャラクターたちは成長とカスタマイズが可能だ。経験値を獲得することでキャラクターはレベルアップ。キャラクターのレベルアップで蓄積する SP を使用すれば、多彩なスキルから選んで好きに強化できたり、スキルツリーを通じて新たなスキルを習得することもできる。多彩な攻撃を生み出すバトルスキル。吹き飛ばして。押し通ります。戦闘をより有利にするアクティブスキル。みんな手を挙げていこう。構成体のパワーが上がっている。ブラインドサイド。補助効果をもたらすパッシブスキル。自分らしいスキルを組み合わせ戦おう。またデュマも同様に成長させることができる。消耗石を集めることで蓄積する DP を使用してデュマを育成すれば、スキルの獲得や強化をすることが可能になる。デュマを育成することで戦闘をより有利に進めることができる。さらにデュマが与える力はこれだけにとどまらない。強力なのがバッティングと呼ばれる必殺技だ。各キャラに備わる固有の必殺技で、バトル中の行動で増加するゲージがマックスになると発動可能。正確に狙いを定める必要はあるが、攻撃や回復など非常に強力な効果を持つ。有効活用して戦闘を有利に進めよう。また戦闘中ボタン長押しで敵の攻撃を無効化する
VA シールドを貼ることができる。 VA シールドは敵の近接攻撃を弾いてひるませることも可能だ。さらにデュマを操作キャラクターから切り離すことで、さまざまなステータスアップ効果をパーティー全体へと応用することができる。この状態をエステリーケージと呼ぶ。エステリーケージ発動中は味方全員の防御性能を高め、被ダメージを軽減することができる一方で、 VA やバッティングが使えず VA ゲージもたまらなくなる。状況に応じ使い分けて戦おう。王国の核は以上が今回我々が入手した情報だ。だが今作の多彩さはアクションだけにとどまらない。武器や防具などを生み出すアイテムクリエーションやミニゲームなど、この宇宙の楽しみ方はまだまだ広がっているようだ。ビンヤード家に伝わる秘伝錬金を教えてあげるわ。次回、それらの多彩な要素に関して引き続き調査していく。続報が届き次第、また報告しよう。オーバー。